ルーク、私が父親だ。ノーあれ、さっきの怪獣倒して海に帰ったじゃん。これ次のやつ、マニアの評価高いんだよね。あ、もうこんな時間だ。本当だ、やばい、アマゾンにぶっ飛ぶ。あ、もう一緒に住んでなかったんだよね。でももう帰るね。あ、送ってくる。遅いから自転車置いてきなよ。うん、まだ電車あるかな、急がなきゃ。カメラが嫉妬してる。カメラのやつ、スズルさんの料理美味しいから太りそう。嫌よ、カメラみたいな体験だったら。せめてギャオス。あ、私まで特撮マニアに。奈良さん、駅まで走る。いいわよ、自転車なくたって早いんだから。なんだあいつ。明日も仕事なんだからビデオはほどほどに。分かってる、気をつけて。あと2本だけ見よう。どれ見ようかな。好きだな俺。財布を奪われてて、ナイフのようなもので背中を一突き、動静脈損傷による失血死です。これは信じる、ちゃんと見ろ。はい、ポケットしないで模型室探してくれ。はい、第一発見者の調子だ。はい、見つけたのはあの男です。どうぞ。初めてか、死人を見つけたのは。当たり前でしょう。官僚のお坊ちゃんには刺激が強すぎたか。では発見状況を教えてください。はい。文科省の仕事忙しいのか。え、残業の帰りだったんだろう。あ、はい。違うのか。いや、その違うのか。ならなんであんな遅い時間に歩いてたんだ。ちょっとなんだ。つづるさんを。つづる？駅に送った帰りでした。なんで取り調べ室に。被害者を発見する前、お前はつづると部屋にいたのか。そうですけど。12時近くまで2人で部屋にいたのか。ビデオを見てたら時間を忘れて。そんなの事件と関係ないでしょ。つまり発見前、お前は俺の妹を部屋に連れ込んでたわけだな。連れ込んだって言い方に品がないです。そうだろうが。鈴さんは来たくて来たんです。お互い合意の上です。タンパス、合意の上でお前妹になりした。何考えてんだよ。そんなことより発見した時のこと聞いたよ。本当にお前発見したのか。そうですよ。お前やったんじゃないのか。はアリバイあるのか。冗談やめてよ。なんで僕は犯人になっちゃうんだよ。鈴さんを送ってた帰りに見つけたの。本当だよ、鈴さんに聞いたよ。なんで私まで取り調べられるの。いいから聞かれたことに答えろ。お前本当にあのエロ野郎のうちにいて駅に送ってもらったのか。そうよ。夜遅くまであいついてか。いいでしょ別に。何してた。なんでよ。答えろ。
黙秘。言えないことか。バッカじゃないのお兄ちゃん。私いくつだと思ってんの。もう20。言わせないでよ。とにかく風見君を疑うのは筋違い。夜遅くに出歩くな。お前がやられたかもしれないんだぞ。それはそうかもしれないけど、とにかくあいつの家なんか行くな。操縦してんじゃ勝手に入ってくんな。ズルさん覚えてやりきれや。待てよズル、駅に行くときぶつかった子。おいこらえな、水槽にぶち込むぞ。ズルは旗折ってやろう。あの子妖精になったよね。あ、そういえば誰かと会ったのか。はい、17歳の少年でした。どっち行った。公園から飛び出してきてこの路地へ走っていきました。どんな少年だ。なんかちょっと危ない感じした。おい新人、はい、被害者の財布が捨てられてたわ。この辺です。丹波さん、血痕の付着したナイフが見つかりました。どこで。この辺りに捨てられてました。それから駅前のゲームセンターで万札をわしづかみにして遊んでる客がいたそうです。店で暴れて機械を壊してるのを何人かが目撃してます。何歳ぐらい。お前関係ないだろ。すいません。何歳ぐらい。同じじゃん。やかましい。17、18の少年だそうです。だいぶ近くなったと思います。そう、二人が目撃したかもしれないのね。重要参考人をな。二人ともよーく思い出してね。はい。まあ仲良くハマっちゃって。いて、早くしろ。やってますよ。早くしろ。丹波くん、はい、一課長から業務連絡あったよ。うちに捜査の応援を頼むって。誰出しましょうか。休みせんな。空いてるのはみんな事件に入ってて誰も貸せないわ。私でよかったらやるけど、一緒に捜査するダーリン。それいいかも。夫婦でか何事件に挑む。下げるな。人は一人亡くなってんだ。ごめん。似顔絵ができました。こちらも、うん、あらよく覚えてたね。最近人の顔よく覚えられるようになったんですよね。カウンセラーの仕事してるからや、つづるさん。そうですね、きっと。それに比べてこれなんだ。あんまり覚えてなくてちょこっと見ただけだから。お前の記憶力は幼稚園児並みか。怪獣ロボットの名前はよく覚えるよね。ほんと使えない野郎だな。いやでもこの目、何か恨んでるような。目だけは覚えてます。一度見たら忘れられませんよ。どう兄ちゃん、捜査の参考になる。時間取らせたな。行くぞ。いいの？応援の捜査員は。つづるさんは仕事に戻って。まだあるんですね、僕のデスク。あなたのデスクはあっち向いて。はい。夢に出てきた。草むらから血だらけの。やめてよ、気持ち悪い。キュリちゃん、ダメ。まだ何も言ってませんけど。捜査研修の名目で事件の捜査したいんでしょ。うん、僕は犯人を見てるかもしれない。あの目は忘れたくても忘れられない。無理、こっちだって忙しい。キュリちゃん、いいんかい。
だよね。うちとしては心臓改築の際だけじゃなく改築予定のない学校にも導入したいと思って。しかし今年も出たようにそんなことをして学力低下に歯止めが効くのかという意見が必ず出ますよ。効果はありますよ。教育環境が改善されるんですから。でもそれを認めたから今年は制限付きで認めるということになったじゃん。いやいや、教育環境の改善が必要と認めるんだったら制限をつけるってのはおかしいじゃないですか。どうしてそう急ぐんですか。効果も確認しながら順次進めていけばいいことです。いやいや、何もいい。これが僕のやってる仕事です。あそこだ。はい。息子が。昨夜強盗殺人事件がありました。凶器に残された指紋と似顔絵から容疑者を割り出しました。吉村栄太17歳。あなたの息子さんですね。はい。今いますか。いえ。なら今どこに。さあさあって、自分の息子はどこにいるかわからないんですか。ずっと昔に生き別れましたから。20年前に連れと結婚して栄太ができました。そのうち連れがパチンコにはまって、そこで知り合った男に溺れてしまって、栄太が3つの時男とここ出てきました。栄太を抱いて3人で逃げるようにして、それ以来息子には一度も会ってません。会いたいとは思わなかったんですか。会いたくったってどこでどう暮らしてんのか。なら奥さんの居場所はわからないんですね。向こうから一度も連絡は。心当たりは。栄太君から連絡があったら知らせてください。息子が人を殺してお金を奪ったんですか。どうしますか。ここには来ないだろう。3歳で別れたなら栄太は父親を覚えてない。でしょ、純の前では仕事忘れるって、うん、ご飯できたよ。夕方風見くんから電話あったよ。捜査進んでるかって。余計なお世話だでもどうなの、これ少年の行方は。新しい情報は。捜査本部にかかっている電話の数がすごいんだ。うーん、子供を持つ親からでな、うん、犯人はうちの子じゃないかっていう問い合わせの電話だ。へえ。家出してるうちの子じゃないか、部屋にこもってるうちの子じゃないでしょうかって、いろんな親から。信じらんない。昔の親はうちの子に限ってって言ったのにね。今は自分の子も信用できないらしい。少年の父親に会ってきたよ。俺と同い年ぐらいだった、うん、息子のしたことを聞いて肩を落としてた。俺も純のことを思った。俺も子を持つ親だ。やりきれなかった。早く見つけ出さないとまた犯行を重ねるかもね。行方がさっぱりつかめない。指名手配しても未成年だから似顔絵を公表できないんだ、うん、これ、うん、これ風見は必要だ。あいつは少年の顔を見てる。
それに少年の行動を。向こうの家に話してみる。ああ、丹波君。うん。事件には厳しく、子供には優しく。いいよ。あいつ次第だ。姉さん、課長姉さんと呼ばれてるの。そうよ、私と辻さん姉妹の杯交わしたし。ヤクザみたいだね。風見くんで迷惑してる女の共同組合みたいなもの。ごめん。おはようございます。ヨーリンさん、この間ごちそうさまでした。あら、何よ、私に内緒で。どこ行ったの。カレッタ汐留。あ、ずるい。今度課長も一緒に行こう行こう。捜査研修の事例です。うん。それでは風見くんお預かりします。上に回するの大変でした。おごる。研修は3日間です。え、3日だけ。うん。私の責任ではそこまでしか。わかりました。じゃあ風見くん、丹波くんと組んで捜査始めてください。よろしくお願いします。ちょっと丹波さん、行ってきます。お兄ちゃんが風見くん呼んだの初めてですね。本当は気が合うのかな。本当は仲いいんですよね、2人。うん、ねえ課長。うん。何すんだよ。いつから俺に慣れ慣れしくなった。何がだよ。よろしくじゃないだろ。よろしくお願いしますだろ。ならそう言えよ。殴ることないだろ。付き合い長いんだ、避けろ。むちゃくちゃだな。行くぞ。姉さんに言いつけてやる。なら瑛太君は3歳の時に家を出て、母親とその男と新しい生活を始めたんですね。今朝母親の居場所が分かった。そっちに立ち回ってるかもしれない。急ぎましょう。安全運転で。吉村さん、吉村さん、吉村瑛太君のお母さんですよね。あの子が何か。私どもが追ってる事件の容疑者に上がってます。瑛太が。息子さんはどこに。さあ。さあって、あなたの息子でしょう。今一緒に暮らしてないんで。家を出たんですね。いつですか。出たっていうか、よそに預けたんで。預けた。瑛太が3つの時この町に来て生活始めたんですけど、瑛太が新しいお父さんになかなか懐かなくって、あの人も本当のお父さんになろうって頑張ったんですけど、瑛太抵抗して拒絶するもんだから仕方なく。辛かったんですけど、兄の家で預かってもらうことにしました。いくつの時です。瑛太が小学校に上がった時です。そうですか。なら瑛太君はその親戚の家にいるんですね。だと思います。連絡取ってないんですか。仕事が忙しくって、主人も仕事しても続かないもんですから。瑛太君から連絡があったら必ず警察に連絡を。吉村瑛太君は3歳の時に父親と別れ、7歳で今度は母親と別れたのか。吉村由美さんのお兄さんですよね。どうだ、なんだあんたら。
妹さんに伺ったんですが、瑛太君は小さい時こちらに預けられたと。瑛太か。そうだ、うちの家族だった。だった。じゃあ今ここにもいないんですか？小学校上がってから卒業するまではいたんだがな。おい、見てんなら手伝ってくんないか。今日中にあと5件配達しなきゃいけねえんだからよ。はい。なら6年間ここで暮らしたんですね。瑛太がどうかしたのか？最近連絡はありましたか？最近って何も。出てってからもかれこれ5年か、一度も顔を見せたことねえな。おい、何やってんだよ。もっと腰に力を入れて運べ、力を入れて。はい。なんで出て行ったんでしょうね。知らねえな、そんなこと。瑛太はいい子だな。俺の可愛い家族だった。俺はそう思ってた。自分の子供とエコひいきしないで大事に育てたつもりだった。でもどっかで寂しかったんだろうな。学校の友達とひょいと家出しちまってな。おい、あれもだ。はい。捜索願いも出したんだが、とうとう行方知れず。なんで出て行っちまったのかね。元気でやっててくれればいいが。おい、配達行ってくるぞ。米食わないから力出ねえんだよ。ここも出て行ったのか。途切れちゃいましたね、手がかり。また一からだ。本部に戻って捜査を立て直す。孤独だったのかな。小さい時から親と離れて暮らしてたわけでしょ。親戚のうちに預けられても本当は寂しかったのかな。だから人を殺して金を奪ったっていいのか。わかりませんけど、今も寂しさを埋めることができないならやけになることがあるかも。おい、何ですか？小さい時に親と別れた子供は世の中にたくさんいる。親と別々に暮らさなきゃいけない子はたくさんいるんだ。ええ、分かってます。そういう子だって立派に成長している。子供時代のことと犯罪を簡単に結びつけるな。そうですけど。丹波さん。どうした？瑛太君の知り合いです。昨日電話がかかってきたそうです。本当か？はい。俺人をやっちゃったって言ったって。確かにそう言ったのか？ええ、なんかマジっぽかったから交番行ったらここ紹介されて。どこにいるって？聞く前に切られちゃいました。なんか怖がってるような声でしたね。友達なら瑛太と一緒に遊んでんだな。あいつの住まいどこだ？住まいですか？知ってんだろ。それはまあ一緒に暮らしてたから。どうだ？建設会社の社員寮です。寮？ええ、そこで瑛太と働いてました。あいつは13の時からです。今もそこで働いてるの？いえ。そこも出てったの？はい。またか。3年いて去年辞めました。急に出て行ったんですよね。彼女と一緒に暮らすんだって。彼女？瑛太君には彼女がいたの？ええ、紹介されて何度か会ったことあります。その子の名前わかるか？え、お前、やつは孤独なんだとか言ってたな。女と付き合っててどこが孤独なんだ。何でしょう？高田美代子さんですね。君が付き合っている吉村瑛太君について聞きたい。あいつ何かした？一緒に暮らしてるよね。今家にいるのか？いるんだな。家はどこだ？一緒に暮らしてたけど。で
出てったのか。なんでわかんの？あとは何引き。どうして出てったの？どうしてって、私のアパートで生活始めて、二人でバイトしながら、最初のうちは新婚夫婦みたいで楽しかったけど。けど。けどそのうち。エイタ君何かしたの？うん。その逆、何にもしてくれなかったの。一緒にいても何にも話さないし、私がバイトで嫌なことあって愚痴ってもちっとも慰めてくんないし、あんまし楽しくないって感じで、なんかね、愛してくれてないって感じだった。愛してくれてない？そう、エータといてもつまんなくて、だから別れよって先月。それから連絡は？一度だけ携帯にかけてみたけど、売っちゃったみたいで知らない人がいた。じゃあ今どこにいるかわからないんだ。別れる日にエータ言ってた、俺はどこでも一人で生きていけるって。写真あるか？彼です。嘘つくんだ。すごい偏見。登って中に入る。僕はつか前の方が覗き目に遭ってる。決めつけ。彼女しかいませんね。よく見ろ。見てますよ。あ、僕違いますよ。ちょっとタマさん、警察です。そうなんですよ、今逮捕します。え、ちょっと痴漢の現行犯だ。すごい裏切り。どうぞ。失礼します。こちらお部屋の鍵です。捜査に協力していただいてありがとうございます。車両は後日の体も見えるか？丸見えです。本当に来ますかね。あの子はエイトを忘れてない。エイトも欲しくないはずだ。誰か訪ねてきたか？携帯かけてます。やつからだ。そんなの分かるわけないでしょ。推理しろ。じゃあ丹波さん代わってくださいよ。食事中だ。自分だけ。なんで寝ちゃうんだよ。サボんなよな。交代でやらなきゃこっちがバテちまう。
どうしたの？捜査本部に会えてお兄ちゃんに着替え持ってきた。部屋の様子は？まだ寝てます。犯人ちゃんこれ課長が持ってけて、うん、風見くんにもコンビニで買ってきた。そう、これ替えのパンツね。買ったことないからサイズ分かんなかったけど。あ、ありがとう。あとタオル、それから歯ブラシとコップね。石鹸、シェーバー、携帯の充電器もあったよ。コンビニってさ、張り込みのためにあるみたいね。お弁当も作ってきたからお腹空いたら食べて。おむすび。中はもちろんおかか。俺のは。え？俺のは。風見くんにもらって。はい、ちゃんと寝た？うん。無理しないでね。張り込みっていつ終わるか分かんないから。お兄ちゃんなんてさ、1ヶ月張り込んだことあったのよ。あの時は大変だったわよね。お前何くつろいでんだ。え、いいじゃない、ちょっとぐらいできるの来たんだから。用が済んだら帰れ。へえ、そういう言い方するんだ。着替え持ってきてあげたのに帰れと冷たく命じるんだ。風見くんみたいに感謝の言葉もないんだ。へえ、帰れ。もう二度とやんないからね。早く行け。バカ。これ今日一日よ。分かってる。悔いのないように。うん、じゃあ。サンキュー。起きたぞ。ベータ君来ないみたいですね。聞き込みに行きましょう。他のもんがやってる。お前、鶴と結婚するのか？え、はい、そのつもりですけど。でも鶴さん、今カウンセラーの勉強に集中したいって。なんでそんなこと聞くんですか？裁かれて当然だ。原発なんかで抑えられるわけないよな。なんでだ？彼は親と別れたり親戚に預けられたりして、ちゃんと落ち着いて育った場所がないんですよ。だから大事なことを教わってないんじゃないかな。また生い立ちを持ち出してかばうのか？かばうわけじゃないけど、育った環境が関係ないとは思えません。そういったことを何も考えないで、ただ原発で向かってたって意味がないって言ってるんです。うちに新入りの刑事がいる。そいつは小さい時に親が事故で亡くなって、ずっと施設で育ったそうだ。彼だって親いなかった。でもそいつはそれをバネにして警察官になったそうだ。俺はそういう若者を知ってる。だから犯罪を社会や育った環境のせいにするな。犯罪は犯罪を犯した本人が悪いんだ。約束は今夜までだったな。その後は俺がやる。あと1日だけでも。文科省の仕事があんだろう。
世話になりました。丹波さん、でも僕は見つからなかった。キュリちゃん、明日委員会よ。出ないとここにもいられなくなるわよ。私今から局長と食事だから、つづるさんに慰めてもらいなさい。すいません、お待たせしました。キュリちゃん、早く偉くなって俺の人事を自由にできるようになってね。また甘えてるよ。事件当日に道で会った少年ですか？はい。間違いないです。バイト先に止めて一課長に報告しろ。お前たちの調書取るから明日来てくれ。今日はもういい。渋谷区の犯行を認めたんですか？なあ、逃げられないと思ったんだろう。顔つきが全然違う、会った時と。あの時の目じゃない。いいから迎え。あなたが。はい。おい、こら。この数日間、風見くん行こう。いろいろです。具体的に教えて。公園や地下鉄の駅前です。じゃあ逮捕された時は。勝手に入るな。どうしたのよ。腕を見せて。さっき手首が見えた。服をめくって。
を脱いで裸になってくれないか。腕だけのはずがない。立って服脱げ。いつやられたんだ。誰かに暴力を振られたんだろう。瑛太君、虐待があったんだ。公園で男性が殺害された事件で容疑者が捕まりました。逮捕されたのはやはり少年でした。渋谷区内の朝日公園で近くに住む会社員加藤博さんが刃物で刺され死んだ事件の容疑者が先ほど西原警察署に逮捕されました。いやいい、何ですか。逮捕されたのは住所不定無職の17歳。どんなことされると少年は知人だ。あんな無駄らしい傷が残るのかね。瑛太君の様子は？素直に自供を始めてる。体の傷のことは？何も言わない。私たちが聞いても何も答えてくれませんでした。はあ、そう。なんでかな。思い出したくないことがあるんだと思う、きっと。そうかもしれないね。今回実況見分だ。捜査本部だ、うん、待ってください。傷についてはこれからゆっくり聞いていく。それで送検するんですか。それがルールだ。虐待じゃない、あれは傷害だ。違いますか。おい、こら、また犯人を被害者扱いか。お前より戦は聞きたくた。あいつは取り上がった会社員を殺して金を奪ったんだ。ゲームセンターで遊ぶ金欲しさいな。だからそのことと虐待が関係があったとしても、それは検察や家裁が判断することだ。瑛太君の恋人が言った言葉を覚えてますか。風見君、何のこと。彼女が言ったんです。一緒に暮らしている間、瑛太君に愛されてないような気がしたって。愛されてないような気がした。どういうこと。気にかかるんです。どういう意味で言ったのか。したいの、風見くんは。はい、瑛太くんの17年間をもう一度歩き直してみる必要があるんじゃないでしょうか。三日も足を棒にして回ったろ。もう一度です。事件を起こすまでの道をちゃんと歩き直さないと。誰かが歩かないと。そうしないと何も見えないまま彼はただ罰せられるだけだ。それじゃ彼はやりきれない。あんな傷まで負って僕だってやりきれない。あの傷を見たら。兄ちゃんも見たでしょ。何とも思わなかったの。丹波くんはどう思った。何も思わない奴がいたらそいつはクソ野郎だ。あんなに傷つけられてどれだけ辛かったか。丹波くんもそう思うのね。よし、丹波くん、もう一度風見くんと同じ人たちに会いに行ってみてください。瑛太くんと暮らした親や親戚、それから友達や仕事先の人に。風見くん呼んだのお兄ちゃんよ。最後まで一緒にやりなさいよ。丹波さん、お願いします。事件には厳しく。
子供には優しく約束したでしょ。忘れるな。あいつは何の関係もない人を殺したんだ。送検まで48時間だ。今度は少しかないぞ。私が父親だ。ノあれ、さっきの怪獣倒して海に帰ったじゃん。これ次のやつ、マニアの評価高いんだよね。あ、もうこんな時間だ。本当だ。やばい、ザンバさんにぶっ飛ば。あ、もう一緒に住んでなかったんだよね。でももう帰るね。あ、送ってくる。遅いから自転車置いてきな。うん、まだ電車あるかな。着かなきゃ。カメラが嫉妬してる。カメラのやつ、鈴江さんの料理美味しいから太りそう。嫌よ、カメラみたいな体験だったら。せめてギャオス。あ、私まで特撮マニアに。ならさ、駅まで走る。いいわよ、自転車乗ってたって早いんだから。なんだあいつ。明日も仕事なんだからビデオはほどほどに。分かってる、気をつけて。あと2本だけ見よう。どれ見ようかな。好きだな俺。財布を奪われてて、ナイフのようなもので背中を一突き、動静脈損傷による失血死です。ここはチェンジ、ちゃんと見ろ。はい、ポケットしないで模型室探してこい。はい。第一発見者の調子だ。はい、見つけたのはあの男です。どうぞ。初めてか、死人を見つけたのは。当たり前でしょ。官僚のお坊ちゃんには刺激が強すぎたか。では発見状況を教えてください。はい。文科省の仕事忙しいのか。え、残業の帰りだったんだろう。はい。違うのか。いや、その違うのか。ならなんであんな遅い時間に歩いてたんだ。ちょっとなんだ。千鶴さんを。千鶴？駅に送った帰りでした。
なんで取り調べ室に。被害者を発見する前、お前は綴ると部屋にいたのか。そうですけど。12時近くまで2人で部屋にいたのか。ビデオ見てたら時間を忘れて。そんなの事件と関係ないでしょ。つまり発見前、お前は俺の妹を部屋に連れ込んでたわけだな。連れ込んだって言い方に品がないです。そうだろうが。鈴さんは来たくて来たんです。お互い合意の上です。こういうの上でお前妹になりした。何考えてんだよ。そんなことより発見した時のこと聞いてよ。本当にお前発見したの。そうですよ。お前やったんじゃないのか。はアリバイあるのか。冗談やめてよ。なんで僕が犯人になっちゃうんだよ。ズズさんを送ってった帰りに見つけたの。本当だよ。ズズさんに聞いてよ。なんで私まで取り調べられるの。いいから聞かれたことに答えろ。お前本当にあのエロ野郎のうちにいて駅に送ってもらったのか。そうよ。夜遅くまであいついてか。いいでしょ別に。何してた。なんでよ。答えろ。黙秘。言えないことか。ばっかじゃないのお兄ちゃん。私いくつだと思ってんの。もう20。言わせないでよ。とにかく風見くんを疑うのは筋違い。夜遅くに出歩くな。お前がやられてたかもしれないんだぞ。それはそうかもしれないけど。とにかくあいつのうちなんか行くな。操縦してんじゃ勝手に入ってくんな。ズルさん覚えて出てけや。待てよズル。駅に行くときぶつかった子。おいこらえな水槽にぶち込むぞ。ズルは旗折ってやろ。あの子陽性だったよね。あそういえば誰かと会ったのか。はい17歳の少年でした。どっち行った。公園から飛び出してきてこの路地走っていきました。どんな少年だ。なんかちょっと危ない感じした。おい新人、はい、被害者の財布が捨てられてたのは、この辺です。丹波さん、血痕の付着したナイフが見つかりました。どこで。この辺りに捨てられてました。それから駅前のゲームセンターで万札をわしづかみにして遊んでる客がいたそうです。店で暴れて機械を壊してるのを何人かが目撃してます。何歳ぐらい。お前関係ないだろう。すいません。何歳ぐらい。同じじゃん。やかましい。17、8の少年だそうです。近くなったと思います。そう、二人が目撃したかもしれないのね。重要参考人をな。二人ともよく思い出してね。はい。まあ仲良くハマっちゃって。いて早くしろ。やってますよ。早くしろ。丹波くん、はい、一課長から業務連絡あったよ。うちに捜査の応援を頼むって。誰出しましょうか。休みてんな。空いてるのはみんな事件に入ってて誰も貸せないわ。私でよかったらやるけど一緒に捜査するダーリン。それいいかも。夫婦でか何事件に挑む。下げるな。人が一人亡くなってんだ。ごめん。似顔絵ができました。こちらも、うん、あらよく覚えてたね。最近人の顔よく覚えられるようになったんですよね。カウンセラーの仕事してるからよ、つづるさん。そうですね、きっと。それに比べてこれなんだ。あんまり覚えてなくてちょこっと見ただけだから。お前の記憶力は幼稚園児並みか。怪獣ロボットの名前はよく覚えるよね。ほんと使えない野郎だな。いやでもこの目、何か恨んでるような。目だけは覚えてます。
一度見たら忘れられませんよ。どう兄ちゃん、捜査の参考になる？時間ずらしてな、行くぞ。いいの？応援の捜査員は。スズルさんは仕事に戻って。まだあるんですね、僕のデスク。あなたのデスクはあっち向いてほい。大変だったわね。夢に出てきたよ。草むらから血だらけの。やめてよ、気持ち悪い。キュリちゃん、ダメ。まだ何も言ってませんけど。捜査研修の名目で事件の捜査したいんでしょ。うん、僕は犯人を見てるかもしれない。あの目は忘れたくても忘れられない。無理、こっちだって忙しいだ。キュリちゃん、委員会だよね。うちとしては心臓改築の際だけじゃなく、改築予定のない学校にも導入したいと思って。しかし今年も出たように、そんなことをして学力低下に歯止めが効くのかという意見が必ず出ますよ。効果はありますよ、教育環境が改善されるんですから。でもそれを認めたから今年は制限付きで認めるということになったじゃん。いやいや、教育環境の改善が必要と認めるんだったら制限をつけるってのはおかしいじゃないですか。どうしてそう急ぐんですか。効果を確認しながら順次進めていけばいいことで。いやいや、何もいい。これが僕のやってる仕事です。あそこだ。はい。息子が。昨夜強盗殺人事件がありました。凶器に残された指紋と似顔絵から容疑者を割り出しました。吉村栄太、17歳。あなたの息子さんですね。はい。今いますか。いえ。なら今どこに。さあさあって、自分の息子がどこにいるかわからないんですか。ずっと昔に行き別れましたから。20年前に連れと結婚して栄太ができました。そのうち連れがパチンコにはまって、そこで知り合った男に溺れてしまって、エータが3つの時、男とここ出てきました。エータを抱いて3人で逃げるようにして、それ以来息子には一度も会ってません。会いたいとは思わなかったんですか。会いたかったって。どこでどう暮らしてんのか。なら奥さんの居場所はわからないんですね。向こうから一度も連絡は。心当たりは。エータ君から連絡があったら知らせてください。息子が人を殺してお金を奪ったんですか。どうしますか。ここには来ないだろう。3歳で別れてなら、エータは父親を覚えてない。でしょ、純の前では仕事忘れるって、うん、ご飯できたよ。夕方風見くんから電話あったよ。捜査進んでるかって。余計なお世話だ。でもどうなの、これ少年の行方は。新しい情報は。捜査本部にかかっている電話の数がすごいんだ。うーん、子供を持つ親からでな、うん、犯人はうちの子じゃないかっていう問い合わせの電話だ。へえ。家出してるうちの子じゃないか、部屋にこもってるうちの子じゃないでしょうかって。
いろんな親から。信じらんない。昔の親はうちの子に限ってって言ったのにね。今は自分の子も信用できないらしい。少年の父親に会ってきたよ。俺と同い年ぐらいだった、うん、息子のしたことを聞いて肩を落としてた。俺も純のことを思った。俺も子を持つ親だ。やりきれなかった。早く見つけ出さないとまた犯行重ねるかもね。行方がさっぱりつかめない。指名手配しても未成年だから似顔絵を公表できないんだ、うん、これ、うん、これ風見が必要だ。あいつは少年の顔を見てる。それに少年の行動を向こうの家に話してみる。ああ、丹波くん。うん。事件には厳しく、子供には優しく。いいよ。あいつ次第だ。丹波姉さんの頼みだから断れないけど。姉さん、課長姉さんと呼ばれてるの。そうよ。私と辻さん姉妹の杯交わしたし。ヤクザみたいだね。風見くんで迷惑してる女の共同組合みたいなもの。ごめん。おはようございます。ヨーリンさん、この間ごちそうさまでした。あら、何よ、私に内緒で。どこ行ったの？カレッタ塩止め。あ、ずるい。じゃあ今度課長も一緒に行こう行こう。捜査研修の事例です。風見くんお預かりします。上に回するの大変でした。おごる。研修は3日間です。え、3日だけ。うん、私の責任ではそこまでしか。わかりました。じゃあ風見くん、丹波くんと組んで捜査始めてください。よろしくお願いします。ちょっと丹波さん、行ってきます。風見くん呼んだら初めてですね。本当は気が合うのかな。本当は仲いいんですよね、二人。うん、ねえ、課長。うん。何すんだよ。いつから俺に慣れ慣れしくなった。何がだよ。よろしくじゃないだろ。よろしくお願いしますだろ。ならそう言えよ。殴ることないだろ。付き合い長いんだ、避けろ。むちゃくちゃだな。行くぞ。姉さんに言いつけてやる。なら瑛太君は3歳の時に家を出て、母親とその男と新しい生活を始めたんですね。今朝母親の居場所が分かった。そっちに立ち回ってるかもしれない。急ぎましょう。安全運転で。吉村さん、吉村さん、吉村瑛太君のお母さんですよね。あの子が何か。私どもが追ってる事件の容疑者に余ってます。瑛太が。息子さんはどこに。さあ。さあって、あなたの息子でしょう。今一緒に暮らしてないんで。家を出たんですね。いつですか。出たっていうか、よそに預けたんで。預けた。瑛太が3つの時この町に来て生活始めたんですけど、瑛太が新しいお父さんになかなか懐かなくって、あの人も本当のお父さんになろうって頑張ったんですけど、瑛太抵抗して拒絶するもんだから仕方なく。辛かったんですけど、兄の家で預かってもらうことにしました。いくつの時です。瑛太が
小学校に上がった時です。そうですか。なら江田君はその親戚の家にいるんですね。だと思います。連絡取ってないんですか。仕事が忙しくって、主人も仕事しても続かないもんですから。江田君から連絡があったら必ず警察に連絡を。吉村栄太君は3歳の時に父親と別れ、7歳で今度は母親と別れたのか。吉村由美さんのお兄さんですよね。どうだい、なんだあんたら。妹さんに伺ったんですが、栄太君は小さい時こちらに預けられたと。栄太か。そうだ、うちの家族だった。だった。じゃあ今ここにもいないんですか。はい、小学校を上がってから卒業するまではいたんだがな。おい、見てんなら手伝ってくんないか。今日中にあと5件配達しなきゃいけねえんだからよ。はい。なら6年間ここで暮らしたんですね。栄太がどうかしたのか。最近連絡はありましたか。最近って何も、出てってからもかれこれ5年か、一度も顔を見せたことねえな。おい、何やってんだよ、もっと腰に力を入れて運べ、力を入れて。はい。なんで出て行ったんでしょうね。知らねえな、そんなこと。エータ、いい子だな。俺の可愛い家族だった。俺はそう思ってた。自分の子供とエコひいきしないで大事に育てたつもりだった。でもどっかで寂しかったんだろうな。学校の友達とひょいと家出しちまってな。おい、あれもだ。はい。捜索願いも出したんだが、とうとう行方知れず。なんで出て行っちまったのかね。元気でやっててくれればいいが。おい、配達行ってくるぞ。米食わないから力出ねえんだよ。ここも出て行ったのか。途切れちゃいましたね、手がかり。また一からだ。本部に戻って捜査を立て直す。孤独だったのかな。小さい時から親と離れて暮らしてたわけでしょ。親戚のうちに預けられても本当は寂しかったのかな。だから人を殺して金を奪ったっていうのか。わかりませんけど、今も寂しさを埋めることができないならやけになることがあるかも。おい、何ですか。小さい時に親と別れた子供は世の中にたくさんいる。親と別々に暮らさなきゃいけない子はたくさんいるんだ。ええ、分かってます。そういう子だって立派に成長してる。子供時代のことと犯罪を簡単に結びつけるな。そうですけど。あと2日。ダムさん。どうした。栄太君の知り合いです。昨日電話がかかってきたそうです。本当か。はい。俺人をやっちゃったって言ったって。確かにそう言ったのか。ええ、なんかマジっぽかったから交番行ったらここ紹介されて。どこにいるって。聞く前に切られちゃいました。なんか怖がってるような声でしたね。友達なら栄太と一緒に遊んでんだな。あいつの住まいどこだ。住まいですか。変だろ。それはまあ一緒に暮らしてたから。どうだ。建設会社の社員寮です。寮。ええ、そこでエタと働いてました。あいつは13の時からです。今もそこで働いてるの。いえ、そこも出てったの。はい。またか。3年いて去年辞めました。急に出て行ったんですよね。彼女と一緒に暮らすんだって。彼女。
瑛太君には彼女がいたの？ええ、紹介されて何度か会ったことあります。その子の名前わかるか？え、お前やつは孤独なんだとか言ってたな。女と付き合っててどこが孤独なんだ。何でしょう？幸田美代子さんですね。君が付き合っている吉村瑛太君について聞きたい。あいつ何かした？一緒に暮らしてるよね。今家にいるのか？いるんだな。家はどこだ？一緒に暮らしてたけど。出てったのか？なんでわかんの？あとお前引き。どうして出てったの？どうしてって、私のアパートで生活始めて、二人でバイトしながら、最初のうちは新婚夫婦みたいで楽しかったけど。けど。けどそのうち。瑛太君何かしたの？うん、うん。その逆、何にもしてくれなかったの。一緒にいても何にも話さないし、私がバイトで嫌なことあって愚痴ってもちっとも慰めてくんないし、あんまし楽しくないって感じで、なんかね、愛してくれてないって感じだった。愛してくれてない？そう、瑛太といてもつまんなくて、だから別れよって先月。それから連絡は？一度だけ携帯にかけてみたけど、売っちゃったみたいで知らない人がいた。じゃあ今どこにいるかわからないんだ。別れる日に瑛太言ってた。俺はどこでも一人で生きていけるって。写真あるか？誰か訪ねてきたか？携帯かけてます。やつからか？そんなの分かるわけないでしょ。推理しろ。じゃあ丹波さん代わってくださいよ。食事中だ。自分だけ。
なんで寝ちゃうんだよ。サボんなよな。交代でやらなきゃこっちがバテちまう。ふざけんな。に会えてお兄ちゃんの着替え持ってきた。部屋の様子は？まだ寝てます。はあ兄ちゃん、これ課長が持ってけて、うん、風見くんにもコンビニで買ってきた。もうこれ替えのパンツね、買ったことないからサイズ分かんなかったけど。ああ、ありがとう。あとタオル、それから歯ブラシとコップね、石鹸、シェーバー、携帯の充電器もあったよ。コンビニ行ってさ、張り込みのためにあるみたいね。お弁当も作ってきたから、お腹空いたら食べて。おむすび。中はもちろん、おかか。俺のは。え？俺のは。風見くんにもらって。はい。ちゃんと寝た？うん。無理しないでね。張り込みっていつ終わるか分かんないから。ちゃんなんてさ、1ヶ月張り込んだことあったのよ。あの時は大変だったわよね。お前何くつろいでんだ。いいじゃない、ちょっとぐらい激励に来たんだから。用が済んだら帰れ。へえ、そういう言い方するんだ。着替え持ってきてあげたのに帰れと冷たく命じるんだ。風見くんみたいに感謝の言葉もないんだ。へえ、帰れ。もう二度とやんないからね。早く行け。バカ。これ今日一日よ。わかってる。悔いのないように。うん。じゃあ。サンキュー。起きたぞ。ベータ君来ないみたいですね。聞き込みに行きましょう。他のもんがやってる。お前、つづると結婚するのか。え、はい、そのつもりですけど。でもつづるさん、今カウンセラーの勉強に集中したいって。なんでそんなこと聞くんですか。当然だ。原発なんかで抑えられるわけないよな。なんでだ。彼は親と別れたり親戚に預けられたりして、ちゃんと落ち着いて育った場所がないんですよ。だから大事なことを教わってないんじゃないかな。また生い立ちを持ち出してかばうのか。かばうわけじゃないけど、育った環境が関係ないとは思えません。そういったことを何も考えないで、ただ原発で向かってたって意味がないって言ってるんです。
家に新入りの刑事がいる。そいつは小さい時に親が事故で亡くなってずっと施設で育ったそうだ。彼だって親はいなかった。でもそいつはそれをバネにして警察官になったそうだ。俺はそういう若者を知ってる。だから犯罪を社会や育った環境のせいにするな。犯罪は犯罪を犯した本人が悪いんだ。約束は今夜までだったな。そのとは俺がやる。あと一日だけでも。文科省の仕事があんだろう。お世話になりました。丹波さん、でも僕は見つからなかった。キュリちゃん、明日委員会よ。出ないとここにもいられなくなるわよ。私今から局長と食事だから、つづるさんに慰めてもらいなさい。すいません、お待たせしました。キュリちゃん、早く偉くなって俺の人事を自由にできるようになってね。ってまた甘えてるよ。事件当日に道で会った少年ですか？はい。間違いないです。バイト先に止めて。一課長に報告しろ。お前たちの調書取るから明日来てくれ。
日はもういい。犯行を認めたんですか。ああ、逃げられないと思ったんだろう。顔つきが全然違う、会った時と。うん、あの時の目じゃない。いいから、もう帰れ。はい。おい、こら。風見君行こう。いろいろです。具体的に教えて。公園や地下鉄の駅前です。じゃあ逮捕された時は。勝手に入るな。どうしたのよ。腕を見せて。さっき手首が見えた。服をめくって。服を脱いで裸になってくれないか。腕だけのはずがない。立って服脱げ。